今回のミリチューブは法政大学へ行きたい人が見るチューブです。 JR 総武線市ヶ谷駅からスタートです。それでは一緒に法政大学へ行こう。地下鉄新宿線、有楽町線、南北線で来た方は市ヶ谷駅一番出口に出るとここに出てきます。さあ、いよいよ法政大学が見えてきました。諦めず、一歩ずつゆっくり進んでいきましょう。よく頑張りました。法政大学に到着です。ここから正門に向かって歩いてみます。
法政大学の正門に到着です。それでは法政大学へ行ってらっしゃい。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはいろいろな場所をご案内するガイドチャンネルです。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。